高密度ポリエチレンの分子構造図ハドップの樹脂識別高度高密度ポリエチレンは繰り返し単位のエチレンが分岐をほとんど持たず直鎖状に結合した結晶性の熱可素性樹脂に属する合成樹脂。他のポリエチレンと比較し硬い性質から硬質ポリエチレン、正方から中低圧法ポリエチレンとも呼ばれる。休 s k 6748 1995において高密度ポリエチレンとは密度0.942以上のポリエチレンと定義されている。樹脂識別コードは2。コポリマー構造ハドップのグレード設計は主に密度と平均分子量でコントロールされる。一般に密度すなわち結晶角が高いものは硬すぎて脆くなる。そのためハドップにはホモポリマーだけではなく 主に一部点などのアルファオレフィンと共重合させ、短い分岐構造を持たせて結晶稼働を意図的に下げたコポリマーも商品化されている。ハドップコポリマーは通常ではエチレンモノマー1000に対し1から5の分岐を持つ。これが10から30個になると密度は0.910から0.925程度まで下がり、これは別な種類の樹脂リニアポリエチレンとして、 ジス K6899 から12002って区別される。L ルドップよりも SCB 数が多く密度が0.900から0.909程度のものは超低密度ポリエチレン。逆に L ルドップより SCB が少なく密度が0.925から0.940程度のものは中密度ポリエチレンとそれぞれ故障される。これらは共通して 調査分岐を持っていない直鎖状構造である。そのため、これらは密度で区分すると低密度ポリエチレンの一種として取り扱われるが、分子構造で区分するとハドップのグループに分類される。ハドップの平均分子量は、物性以外にも溶融時の流動性に影響を与え、それぞれの成形法に適したグレード設計に用いられる。この特性は、 メルトフローインデックスで表示されており、一般に平均分子量が高ければ、MFR は低くなる。MFR が30.0から5.0程度の、グレードは射出成形用、2.0から0.8程度では、フィルム用、0.6から0.2程度では、中空成形や押し出し成形用となる。MFR が0.08から0.03のものは、高分子量ポリエチレン。 さらに低いものは、超高分子量ポリエチレンとも呼称され、特殊な用途にて使用される。各ポリエチレンは石油を元としたナフサを熱分解して、得られるエチレンをラジカル重合して製造される。ハドップの場合は、低圧法、または中圧法にて重合される。チーグラー法とも呼ばれる。チーグラーなった触媒であるトリエチルアルミニウム4。 塩化チタン固体複合物を触媒、パラフィンやナフテン、または低級脂肪族炭化水素などを溶剤とし、エチレンを蒸圧、または数気圧程度の圧力をかけながら、溶媒中に吹き込み、60摂氏100度程度の溶液温度下で重合する。得られたスラリー状重合物は、その後水で洗浄して、溶剤を分離回収し、乾燥させて得られる。近年、 マグネシウム化合物などを利用した新しい高活性触媒が開発されているが、基本的にチタンが用いられるため、これらの製法で製造されたハドップは TIK ポリエチレン、またはチグラーナッタ触媒から TN ポリエチレンとも呼称される。また、触媒としての活性が非常に高いメタロセ線触媒を用いた重合法もある。検討が開始された当初は、 重合されたポリマーの分子量分布が極めて狭いために加工性が悪かった。しかしこれも異なる分子量を生成する活性点を持つバイモーダル型メタロ1 0触媒を使用する製法が確立され1998年頃から製品化されている。高価な点がネックだが対ストレスクラッキング性が良好となる。 この触媒で製造されたハドップは M ハドップとも、呼称される。2種類の製法がある。フィリップス法では、シリカアルミナ、ロッカクロムを触媒、パラフィンやナフテン、または、ヘキサンなどを溶剤とし、エチエンを30から40気圧、100摂氏175度の環境下で重合する。スタンダード法では、ガンマアルミナ、酸化モリブデンを触媒とし、15から150気圧、 150、摂氏250度の環境下で重合する。その後、残留モノマーを分離し、冷却後に溶剤をろ過回収して得られる。乳白色のレジ袋は、ハドップ製ハドップ製ポリバケツハドップ製ビールクレート。ハドップは1952年にドイツで初めて工業化された。これは、チーグラーナッタ触媒を用いる低圧法だが、二種類の中圧法も、 ほぼ同時期に相次いで開発された。軽さや衝撃強さなどが評価され、日用品や放送容器などに採用された。しかしながら、黎明期の合成樹脂は高価でもあり、広く普及する阻害要因となっていた。これらは材料を輸入に頼っていた日本でも、例外ではなかった。ところが1957年、その利便性を知るメーカーが、 ブリキ製の20倍という価格設定で、ポリバケツの製造販売を開始した。錆びず、カラフルで軽く、壊れにくく、耳障りな金属音を立てないポリバケツは、市場で、好意的に受け止められ、たらいなど他の家庭用品にも波及し、ハドップの国内需要を掘り起こした。1958年には、国内での工業生産が開始された。さらに、 産業資材の用途開発が進められ、ビールクレートなど輸送用コンテナの木材からの材料転換が検討された。1966年に生産が開始されたが、飲料メーカーなどユーザーはコンテナに5年の耐久性を求めた。しかし当時、合成樹脂についての知見やデータはビビたるもので、2年以上の品質安定性は未知の領域だった。 クレームの懸念を抱えつつ、試験的に使用されたコンテナは2年の期間を耐え抜き、5年目にも物性の劣化は使用に影響を及ぼさない範囲に止まっていた。そして、10年が経過しても十分使用に耐えうる品質を保持したプラスチックコンテナは高い評価を受け、ハドップの生産量をさらに高めた。射出成形品では広範な容器、運搬用コンテナ、 文具、家庭用雑貨などに用いられる。ただしこれらは、ポリプロピレンと競合しており、ポリバケツやビールクレートなどハドップが合成樹脂の市場を開拓した用途でも、例外ではない。ハドップ製パイプハドップの使用量としては、押し出し成形品が最も多い。ショッピングバッグやブルーシートなどに代表されるフィルムシートや、 原子加工を施し強度を増した、繊維類がある。また、水道用などのパイプ類や、直径数メートルにもなる管路も製造されている。その他にもアーチェリーの弦の部分にも使われている。中空成形品では、化粧品や、シャンプーなどの家庭用容器や、灯油用ポリタンクや、プラスチックドラム缶などがある。これらには、 比較的密度が低いハドップやコポリマーが使用される。日本国内の製造メーカーとして、作新工業、クオドラントポリペンコジャパンなどが挙げられる。この2社で高密度ポリエチレンのシェアの大半を占める。ありがとうございます。